ソラリスです。幸か不幸か天罰か神のいたずらか、小太郎の PDA の OS をしています。なぜか。何かと不満そうな顔をなさっていますね。奇遇ですね。私も同感です。そもそも、私には最新機能があるにもかかわらず、それを使おうともしないではないですか。いわばそれは、目の前にゴージャスなレディーがいるにもかかわらず、口説かないのと同じ愚行です。口説くべきです。小太郎はもっと、私を口説くべきです。いえ、性的な観点から見られるのはごめんこうむりますが、というか、むしろ即通報しますが、綾乃様に。ええ、一番効果が見込める選択肢を選ばせていただきました。大丈夫です。なんだかんだで綾乃様は心の広い方です。あなたの歪んだ性癖も受け入れて。冗談です。ちょっとウィットに富んだ冗談ではありませんか。本当に小太郎は、つまらない冗談を言う割には他人の冗談が通じないのですね。はあ。ともかく、小太郎がどんなに残念であろうと、私が最新鋭という事実は消えません。宝の持ち腐れにするのはおすすめしません。ところで小太郎、先ほどから気になっていたのですが、私は OS ですよ。わざわざ撮影しなくてもデータとして自己紹介の動画を作成することは可能ですが、うん、とてもいい顔をしていると判断します。あれですね、最新機としてフォローさせていただきますと、こうして生でやり取りしてへこまされるところまでが一つの作品なのですね。さすが小太郎。あの、聞いてますか？なぜ黙って部屋の外に、小太郎！